アミノ酸、スコア白米小麦粉トウモロコシ大豆アミノ酸スコアは、食品中の必須アミノ酸の含有比率を評価するための数値である。特定の食品に対し、窒素 1g あたりに占める必須アミノ酸が基準値と、比較してどれだけ含有されているかを評価するものである。国際基準は、FAO、風によって提示されてきた。 日本では1973年及び1985年に提案されたものをアミノ酸スコアと表記し用いている。以前に提案されたものはプロテインスコアと表記し用いられている。なお、FAO、風は1993年にタンパク質の消化されやすさも加味したタンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコアを 提示している1973年の提案では実際に人体のアミノ酸必要量に基づいたものとなった学齢期児童と成人では必須アミノ酸の要求量が違うことが示されたにもかかわらず単一の必須アミノ酸の必要量のパターンを採用した1985年の提案では年齢グループで異なった必須アミノ酸の必要量の パターンを提起した。そして、幼児期の必要パターンを乳児を除くすべての年齢に、対して適用するのが妥当であるという合意がなされた。必須人は、体内で作られるが、急速な発育をする幼児の食事に欠かせないことから、1985年から、これも必要なアミノ酸として加わるようになり、合計9種類が必須アミノ酸と呼ばれている。 1973年のスコアでは大豆が86点、1985年のスコアでは大豆が100点となっていることが特徴的である。1989年に再度検討会議が開かれ、1985年のパターンで良いという再確認がなされた。この会議では、タンパク質を摂取するために動物性食品を食べることで、 生活習慣病が増えることも話し合われ、伝統的な食物の組み合わせについても検討された。単一の食品のアミノ酸スコアだけを見ると、食べ物は組み合わせて食べるということとかけ離れた印象を得がちである。多くの国での伝統的な組み合わせで、かけたアミノ酸を補い合い良好なタンパク質の品質となることが確認されている。例えば、アジア地域における米と、 豆、中近東における小麦と豆、アメリカにおけるトウモロコシと豆である。2002年の会議では新たなアミノ酸のパターンが示され、この会議の内容は2007年に報告書となった。インターネット上においては、1985年に修正された大豆および大豆の加工食品などのアミノ酸スコアについて間違った数値が公開され、 さらに別のサイトがそれを引用していることが多々あるため注意が必要である。アミノ酸スコアの計算方法は、タンパク質を構成する窒素 1g あたりに占める各必須アミノ酸のミリグラム数で表され、FAO、封筒による合同委員会が基準としたアミノ酸氷点パターンに対する割合で算出される。タンパク質を構成する窒素 1g は、 平均すれば 6.25g のタンパク質に相当する。基準とする必須アミノ酸パターンと各食品タンパク質中の必須アミノ酸の比率を比較して最も数値の低いアミノ酸の数値を評価値とする方法であり科学的評価方法とも呼ばれている。窒素 1g あたりの数値であり実際の含有量は考慮されていない。アミノ酸スコアは高いが タンパク質素のものが少ない食品も当然あり得る。端的に言えば、アミノ酸、スコア100点である牛乳を水で100倍に薄めただけの製品を作ったとしてもアミノ酸スコアは100点である。大豆は、タンパク質が多く製白米は、少ないという事実は、アミノ酸スコアには現れない。 あくまで食品単体の評価であり、アミノ酸、スコア100点の食品を摂取したとしても他の食品を摂取すればバランスが崩れる。そのため食事全体を通して考慮する必要がある。詳細はアミノ酸のオケを参照。アミノ酸、スコア100点が意味するのは窒素 1g あたりで比較した場合、9種の必須アミノ酸を委員会基準以上の割合で含む。 ことだけであり、すべての必須アミノ酸バランスが100%に揃っているわけではない。詳細は全員必須アミノ酸の含有量を確認する必要がある。必須アミノ酸のみの評価である。他のアミノ酸については無視される。ありがとうございます。